東海大学建築都市学部の後藤淳淳教授です後藤さんよろしくお願いしますよろしくお願いします後藤さんこの人材を増やすこと以外の解決法っていうのはどんどういうことですか そうですねあの増やすのはもちろん大事なんですけれども、はい、あの町の資源をうまく使って、本当に必要としている人に適材適所で人材を割いていくということも大事かなというふうに本当に必要としている人に適材適所で人材を割くということは、はい、今は本当に必要な人にあのうまいこと人材が割けていない状況で、それ以外の人たちにも人材がいってしまっている現状があるということですか。 あの介護が必要な高齢者はまあ高齢者の全体の2割ぐらいでそのうちの半分、約1割が重度の,の要介護と言われているわけです。はい、ところがまあ病院や施設に行っている高齢者の中には不安だからだとか日中、家族がいなくて心配だからということでまあデイサービスに行ったりヘルパーさんに行って念のために行きたいというやつですよね、はい、そういう人がまあいるので重度のケアができる介護人材もまあそういう人に全員に割かれてしまうとやっぱり適材適所にはならない人材不足の原因かなと思います。では たそういったまあ軽度の皆さんがどういったところに行って、よりこう皆さんとの交流を深めたりだとか、生き生き生きるのかっていうところがポイントになってきそうですよね。はいあの元気な時きは、自分で夫婦でねスポーツジムに行ったり、ファミレスに行ったり、町にあるサービスを利用しているんだと思いますので、要介護になっても、引き続きそれが続けられればいいわけですね、町にあるサービスとか交流をデイサービス代わりに利用していくという考え方も大事かなと思います。 で例えばあの石川県の金沢市なんかでは市や金沢さんといいますけれども。はい あの温泉、これ、日帰り温泉みたいなものついてたり、食堂もついてますけれども、セレクトショップだとか、アルパカ牧場だとか<ー>、そういうものと一緒にサービス付き高齢者向け住宅だったり、障害者の施設だったりが一緒についてる、こういうまあ混在型のまちづくりが行われていて、全世代が楽しめるようなまちづくり、高齢者もいろんなことができるまちづくりが、施設ではない形で今、取り組まれているところです<ー>あこの場所はそのお年寄りの、お年を召した方だけが行く場所ではなくて、皆さんが行ける場所で、お年を召した方も安心して利用できる場 でもそうなってくるとじゃあ私たちもそのまあお年寄りにまあ接し方ですとか何かあった時に手助けができるようにした方がいいのかなって思うんですけどそれはこうともすれば介護人材が増えるっていうことになるのかなって思うんですけどその辺りはいかがですか あの先ほどの疑似体験のようにあの全員がこう優しい気持ちを学ぶってことはもちろん大事なことだと思いますけれども、はい、ヘルパーさんの仕事の中にも身体介助っていうこうトイレとかお風呂にね支援する部分体に触れる部分と調理とか掃除だとか散歩に付き合うといったようなそういう生活援助の部分もあります、ええ、で後者はもともと家族がやってきたものですねこれを家族ができないのでじゃあすべてヘルパーさんにとなればどうしても人手は足らなくなりますけれども、うん、お金がある人は民間企業がいろいろ 工夫すると思いますし友達と助け合ったり町の資源をうまく活用していって柔道の人にあのプロのサービスが行くようにまあ 役割分担していくってことがあるといいんじゃないでしょうかうそうすると結果的にはこう街でまあお金をね使うという側面もありそうですんで経済的にもちょっと潤うというような考え方もできるかもしれませんよねそうですね事業所にはプラスになると思います特にやっぱりあのお年寄りに優しくっていうのも大事なんですけども特にこれからのシニアがワクワクドキドキこう楽しめるようなエンターテイメント性のある街づくり そういうものがああ先々考えていくと、まあ、人材をちゃんと効率的に使っていくっていうことになるんじゃないでしょうかああそのまちづくりというところでは先ほどの金沢の例っていうのは、はい、まあその一つの完成形と言い過ぎかもしれませんけれどもまああり方なのかなっていう感じがありますかね。 そうですねあの、まあ。いろんな取り組みがこれから団塊シニアの皆さんが望むものが作られていくと思いますのであのこれからいろんな形が地域ごとに模索されていくのではないかなと思います。わ、はい、かりました、ここまで東海大学建築都市学部の後藤淳准教授にお話し伺いいいまままししした。た。た。ああありりりがががとととうううごごござざざいました。